トレーンで関東鉄道常総線を作ってみましたのパート7ということでお送りします。ぜひ最後までご視聴くださいまし。パート6では青い帯を塗装するところまででした。今回は赤い帯を作るところからです。赤い帯になる部分をマスキングして青い塗料が乗らないようにしていました。そのマスキングテープを剥がしていきます。その次に今度は青い帯の部分にマスキングテープを貼っていきます。貼り終わるとこんな感じになっちゃいました。なんか横須賀線の逆バージョンみたいですね。で、赤いスプレーを塗装していきます。乾燥も終わったのですべてのマスキングテープを剥がしていきます。果たして塗料が今度は剥がれることなくうまくいきますでしょうか。前回に比べて帯の位置はいい感じです。がやっぱり所々塗料の剥がれやはみ出しがあるんですよね。それでもこれくらいなら手塗りの修正でなんとかなるレベル。ということで手塗りではみ出さないように手塗りする部分だけにマスキングテープを貼っていきました。赤帯の手塗りを終えて乾燥させています。マスキングテープを剥がしていきます。手塗りもいい感じに仕上がっているじゃないですか。さらに白の部分の修正をするためのマスキングを行っていきます。細かく緻密な作業ですよね。パート7まで行っちゃった常総線作り、もし失敗したらまあいっか、もうやめたという感じで手塗りをしています。手塗りと乾燥が終わりテープを剥がしてみました。そして窓のパーツも入れてみました。結構いい感じじゃないですかね。そうでしょ。でもこれだけじゃ常総線とは言えません。先表示器と前照灯の部分も作らなくちゃいけないんですよね。行き先表示器は接着剤付きの薄い透明フィルムを使って作ることにしました。フィルムを黒く塗ってさらに同じフィルムを上から貼っています。貼った様子がこちらです。次に前照灯の部分です。常磐線の前照灯は出っ張っているので厚い透明フィルムを3枚重ねて貼り合わせ、それをシルバーで塗装しました。前照灯を貼った様子がこちらです。黄色いマジックも塗ってみました。最後に台車などを組み立てていきます。完成です。それではここから賢者タイムではなかった鑑賞タイムとなります。出来栄えをご覧ください。阪急電車が常総線になるなんて、やればできるですね。魔改造はこれで終わったのですが、ゴリゴリ君との約束、ディーゼルの排気ガスが出ている動画をアップまでやらねばなりません。一応アイデアはあるのですが、果たしてうまくいくのか。次回は排気ガス編をアップしますので、よろしかったらご覧くださいまし。
ご視聴ありがとうございました。